ハロー、ドラミ先生です。あのね、私の友達の彼氏がイェール大学に通っていて、夏休みっていうか夏休みもね、サマースクールってこう授業取ったり取らなかったりあるんですけれども、私の友達が彼氏のところに会いに行ったら、でか大学広くてね、そしたらスケボーの男子にぶつかりそうになって危ないと思ったら、なんとその相手がネイサン・チェンだったそうです。オリンピックの金メダリストのフィギュアスケーター。その友達もちょっとフィギュアスケートやってたから、わおーってなって、はい、なんかスケボーで広い学校内、いつも自転車とか多いらしいけど、ネイサン・チェンは滑るのが好きなのか、スケボーでいつも移動してるそうです。今日はそのネイサン・チェンの4回転ジャンプを本人の言葉も入れて分析した文章が、あの動画が、ちょうど1級2級でも OK みたいな内容なので、前半と後半に分かれて紹介してみますね。動画の終わりに覚えた方がいい、英検必須の単語をまとめておきますので、リトルバイリトル頑張っていきましょう。 5 quads plan. He will be opening with the quad flip. He's going to do a second quad flip here. Here's a quad toe it looks likeAnother one? Why not? Number five? Yes! I will have to literally do my dream program. Be super, super clean, hit all of my quads. You just have to set your mind right. You have to make sure that you know what you're attempting, and then you also need to know how you're going to do it perfectly.Nathan Chen's body type is ideal for quads. He's very slim from head to toe. He's got a great bounce to his knee, and his hips are very closed. So he's not overly flexible. Simply because if you think about aerodynamics, the sewing needle is going to spin a lot faster than a pumpkin.はい、それではこの動画の後半は次回必ずお届けします。最後に2級や準2級向けのまず単語からやっておきますね。リタラリー、これね、文学的とか文字通り、リタラチャーが文学ですから、その同じ系列の単語ですね。リタラリー、アイディール、これは理想ですね。アイディール、クルーシアル、これ狂っちゃう、狂っちゃう、極めて重大とか、そういうダジャレの覚え方もありです。RPM、意外とよく出てきますよね、日常でね。ロール、パーミニッツ、ね、パーミニッツ、1分ごとにとかね、パーアワーって1時間ごとにとかね、時々見かけるから、この PM が、ね、RPM なりなんなり、省略されているときは気をつけておきましょう。でも普通のテストなら下に日本語で書いてあるような気がします。準1級や1級だとありかもしれないですね。次、準1級や1級の単語もやっておきますので、そんなに難しくないので一緒に聞いておいてください。はい、1級はエアロダイナミック、エアロダイナミックね、途中でジョニー・ウィアーが口にしている空気力学ですね。次、バーチカル、バーティカル、バーティカル、バーティカルね、垂直に
垂直にネイサンチェンが降りる、降りなくてはいけない。バーティア、バーティカル。バーティカル、すぐ間違えちゃう、すいません。次がモニュメンタム。モニュメンタム。これはモニュメントっていうのは一瞬とかね、そういう単語なので、モニュメンタムもすごいよく、ね、勢いとか弾みとか、はい、スポーツの中継ではよく出てきますね。次、ポール・ボルト。ポール・ボルト。ポールは棒ですよね。で、このボルトは、こうアーチを描くとか、こう建築の世界でアーチ型の、あの入り口とか、そういうのでよく使います、ボルト。あと、そこからなんでしょうけど、金庫って意味もあるので、ポールがないと意味が全く違ってしまうので気をつけてください。あと、スーパー、ね。このスーパー、スーパーって2回使ってますけれども、これ若者用語なんですけれども、もうだんだん普通の言葉になってるし、いろんなことにスーパー、まあスーパーマーケットやスーパーマンに始まって、もうすごいズバ抜けたっていう意味なんですけれども、日々英語はもう新しい単語が加わってきますし、一級や準一級は、あまりね、過去問やるよりも、新聞とかネットでニュースをチェックした方がいいかもしれないです。もう単語に関しては日常で使わないような、うん、ややこしい単語が毎年のように足されてますから、過去問で対処できるのは2級までと考えてた方がいいと思います。1級や準1級は、もうね、どうせ自分でスピーチもできなくてはいけないし、会話も、あと英作文なんかももうどんどん、これはもう本当しつこいけど、英語産業日記やりましょう。はい。今日も聞いていただいてありがとうございました。Thank you for listening. Bye now.